スキンヘッドカメラのパンマチクです。お願いします。はい、こちらはですね、万円競馬のメインレースを吉本芸人のスキンヘッドカメラが予想していきます。はい、はい、まあね、先週はね、僕3つやってね、3レースやって1つでしたけど、はいはい、まあこう的中率より回収率って言ってたじゃない。言ってたね。だからまあ1つでもいいんですけど、うん、回収率もボロボロだしね。的中率も3分の1だし。難しい。難しいね。僕もね、先週3レースやってね、一つも当たらなかった。うわ一つも当たらなかったの？性格悪っ。やばいよ。そんな時もあるでしょ。あなた最初の方も全然当たってなかったでしょ。でもね、あの月曜日のね、あのホワイトクリスマスショーですか、甲州半海号がですね、見事に完走しまして。一つも当たらなかったですって。7着、うるさいな。7着だったんですけどね、しっかり怪我なく走ってくれたんでね、まあまあよかった、夢見れたかなという感じでございました。一つ当たりましたか。はい、わかりました。今週はね、また戦っていきます。はい、はい、今週はですね、12月26日のメインレース、師走特別です。はい、はい、じゃあ先に行ってもらって。あ、じゃあ一つ当たった方からね。はい、好調のおかげ。僕はね、はい、生まれつく流しの4番コマさんブラックを軸にしました。はい、こちらはね、あの2番のコマさんエースと島津ジョッキーがどっちとも乗ってたんですけど、うん、まあ、こっちに乗るということなんで、うん、こっちをちょっと重視したいなと思って、はい、こっちを本命にしました。はい、で、相手がコマさんエースと9番のアーモンドヒューマン。コマさんエースはこれ、元高校球児の金田騎手が、はい、初めてだったと思うんです、メインレースのもね、はい、やっぱこれ応援したいなっていうのと、はい、でアーモンドヒューマンはね、いつも人気ないんですけど、うん、結構やっぱりこう上位に来ますので、うん、今回は2点各300円の600円にしました。はい、じゃあ僕の予想なんですけど、僕は8番のバウンティーハンターでいきたいと思います。はい、これですね、前走ですね、2着だったんですけども、タイムがね1分40秒台だったんで、相当早い決着で力のあるスピードのある、またですね、姉妹確実な馬なんで、これは、単服で300円700円でいきたいと思います。はい、それでは、今週も3日間頑張っていきましょう。